セントイコールジェルジアルベルトは、ハンガリー出身の整形人で、アメリカ合衆国に移住した、生理学者。ビタミン C の発見などにより、1937年度、ノーベル生理学医学賞を受賞。筋肉の研究などでも知られる。ハンガリー語では、生は発音上は、T が脱落して、センジェルジのように発音される。英語やドイツ語などでは、名体性の順に、 アルベルト・ゼント・グヨージあるいはアルベルト・フォン・ゼインと、グヨージ・ナギラポルトとも表記される。はじめは、ブダペスト医科大学で学んだが、母方の祖父とおじが、ブダペスト大学の解剖学教授だった関係で、おじの研究室に入り研究を開始した。1914年、第一次世界大戦に召集されたが負傷して、復員し、勉学を続けて1917年に学位を、 取得した。同年、ハンガリー優生長官令場のデメイニコルネエリアと結婚。戦後、ポジョニュで研究を始めた。しかし1919 19年、当地がチェコスロバキア領となって追放され、いくつかの大学を転々とした、後不フロー人間大学に落ち着き、細胞呼吸の研究を開始した。さらに、ケンブリッジ大学フィッツ・ウィリアム・カレッジにて、 ロックフェラー基金研究員となり、1927年に、副人由来の還元性物質の単位により、博士号を取得。1931年には、コロジュバールから、セゲドに移転した王立フェレンツヨージェフ大学に職を得、ここで研究員と共に、地元特産のパプリカから、大量生成したヘクシャーニックアシッドが、構造的には、L、エルアスコルビン酸であること、また、 これが以前から知られていた高解決病因子であることを明らかにし、ビタミン C と命名した。同時に細胞呼吸の研究を続け、フマルさんなどが呼吸反応で重要な段階をなすことを発見した。1937年、これらの業績によってノーベル医学生理学賞を受けた。1938年には筋肉の生物物理学的研究を開始し、 研究員のシュトラウブブルノーと共に、2種類のタンパク質、アクチンとミオシンが会合すると ATP をエネルギー源として収縮することを発見した。ファシストがハンガリーで権力を握ると、セントイコールジェルジはユダヤ系の友人を逃がす活動を始めた。さらに、第二次大戦末期には首相に依頼され、連合国との和平交渉の密命を帯びて、イスタンブールへ赴いた。 この計画はドイツに知られ、アドルフ・ヒトラーが逮捕命令を出したため、彼は終戦まで逃亡生活を送る。この経歴から戦後は英雄死され、ソ連が認めれば大統領にもなるかと言われた。ブダペスト大学に生科学科を創立し、国会議員に選ばれ、科学アカデミーの再建にも尽力した。しかし1947年にスイスに滞在中に、 本国で友人である作家のジラヒラヨシュの法を受け、亡命を決意、最終的にアメリカ合衆国に移住した。ハンガリー人実業家の援助を得て、マサチューセッツ州のウツホール、海洋生物学研究所に研究室を設けた。がその後の数年間、アメリカ国籍のないことや、以前の共産政権との関係により、財政的に苦労が続く。1948年に、 アメリカ国立衛生研究所と兼任した。1950年には民間の援助を得て海洋生物学研究所内に筋肉研究所を設立した。1950年代には電子顕微鏡を用いてサブユニットレベルで筋肉の研究を行い、1954年度アルバート・ラスカー基礎医学研究所を受賞した。1955年にアメリカへ帰化し、 翌年アメリカ科学アカデミー会員となった。1950年代以降、ガンの研究にも関心を持ち、これに関して量子力学を生科学に応用する分子化生物学を提唱した。ありがとうございます。